味噌田楽。左の三本が、基本の豆腐。その右が、里芋など。味噌田楽は、豆腐、あるいは里芋、茄子、こんにゃくなどを串に刺して焼き、砂糖やみりんを配合し柚子や、木の芽などで香りをつけた味噌を塗りつけた料理である。食材を串で刺した形を田楽防止に見立てて、田楽と呼んでいるので、現在も串で刺すのが基本である。 元々の食材は豆腐であったので、現在でもそれが基本ではあるが、他にも里芋なす、こんにゃくなどのほか、好みの食材が使われることもある。串で焼いた食材に味噌を塗りつけた後香味を引き立てる、ために再度軽く炙る場合もある。また、江戸時代になって短期な江戸っ子が早く時間すら待てず、茹でるものも現れたが、これは竜である。魚も同様に調理することがあり、 それは、魚殿とも呼ぶ。殿は、殿学の略である。平安時代末期に、中国より豆腐が伝来し、標識型に切った豆腐を串刺しにして焼いた料理が生まれた。その後室町時代になると調味技術が進歩し、すり鉢の登場によって味噌がすりつぶされて、調味料として使われるようになり、永六年間頃には焼いた豆腐に味噌をつけた料理が流行。はじめは、 唐辛子味噌だったものが後調味味噌となる。その料理の白い豆腐を串に刺した形が、田植えの時に、田の神を祭り、豊作を祈願する田楽の、白い袴を履き一本足の竹馬のような高足に乗って踊る田楽帽子に似ているため、田楽の名になったという。田楽という呼び名の始めを、上和6年の祇園神社の記録とする説、影響9年の影良県日録が、 初見とする説、幸福寺と、東大寺の相互とする説があり、室町時代後期の連合詞、早朝の日記、早朝主記上巻に、田楽、月刊の大英六年十二月上に、田楽ウフとある。さらに、江戸時代初期の昭和州清水省には、タラガ帽子が下に白馬カをつけ、上に色あるものを打ちかけ、詐欺足に乗って踊る姿が、 白い豆腐に味噌を塗る形に似ているという具体的な除述が見られる。また、江戸時代には以下の川柳が読まれ、豆腐に味噌をつけて焼く田楽の語源を伝えている。それまでは寒さをしのぐ冬の食べ物であったが、寒永年間の頃には腰掛け茶屋のなめしに付き物となり、京都では祇園豆腐に木の目味噌を塗り、春の訪れを知らせる木の目田楽が評判になる。 江戸の田楽は、串は一本だが、髪型では、股、ま、のある日本雑誌を用い、以下のような系歌がある。大見国目川のなめし田楽は、串に刺した豆腐にくずをひき味噌をつけて焼いた田楽に、なめしを組み合わせ、東海道を行く旅人に好評だった。江戸では、漢方年間の頃には、この目川のなめし田楽を商う店が、浅草近辺に多くあり、暦年頃には、 千住正木稲荷の境内に八軒並んで田楽茶屋があって繁盛していたという。また江戸では外で手軽に食べる料理が発達しており、上官おでんの振り売りがおでん辛いのと呼びながら売り歩いた。味噌田楽は花見の時にも人気の食品であった。江戸時代に豆腐料理は人気であり、天明2年には豆腐百賃が刊行されベストセラーとなった。 田楽はこれに収録の豆腐料理の30%近くを占め、元来は豆腐料理であったが、文化、文青年間になると、大根、カブ、芋、レンコンを素材とした野菜田楽が現れ、こんにゃく、里芋、椎茸などの様々なものを素材として食べる料理となっていった。山間部などでは、里芋や皮を主体にした串焼きに近い田楽が、供されている地域も多い。 現在では、味噌田楽は、醤油味の出汁で煮込んだおでんと共に、日本全国で食べられ、ポピュラーな料理になっている。また、郷土料理や、名物料理と言われる、味噌田楽が、各地に伝えられている。東北地方においては、岩手県の北部一帯では、昔から晴れの日には、豆腐の味噌田楽を食べることが多く、手作りの豆腐を短冊に縮子に刺して、いろりの日の周りに立てて、 炙って、ニンニク味噌をつけ熱いところを食べる。味噌には、ニンニクのほか山椒、根生姜などを加えることもあり、三陸海岸の久慈市や野田村、岩泉町などでは町おこしにも役立てられている。福島県では、藍津若松の名物料理の一つに、ニシン、生揚げ、里芋、こんにゃく、 餅などを竹串に刺し独自の味噌をつけて、炭火で炙った田楽があり、白虎隊の大使や新選組の肘方歳三も食べたというおひれ茶屋などの田楽茶屋では、いろりの周りに田楽を楽しみにやってきた多くの人が集まる。なめし田楽の一例。愛知県豊橋市の飲食店にて、東海地方では、東は静岡県浜松市あたりから、西は、 愛知県岡崎市にかけて、なめし田楽を出す店が多く、他にも静岡県菊川市や愛知県犬山市、岐阜県岐阜市の岩井山付近などでもなめし田楽が知られており、かなり遠方からも客が通う店がある。特に、愛知県豊橋市には、文星年間創業の菊州があり、東海道五十三時の吉田塾の名物料理の一つであったと言われる赤味噌の豆腐の田楽となめしを、 セットにしたなめし田楽を現在も地元の名物料理として全面に出している。生ふに、ゆずみそ同じ愛知県の津島市には、終わり地方中南部の名物でもある生ふをあげて赤みそを塗った不田楽がある。三重県伊賀市でも、文政十三年創業の田楽座我が家が、一市総殿でその技術を代々受け継ぎ、伊賀名物の豆腐田楽を作り続け、 老舗の味を守っている。千年の都である京都では、八坂神社南老門前の2軒の腰掛け茶屋のうち、鳥居西側にあった、富士屋は明治時代に廃絶したものの、東側の柏屋が家名物の祇園豆腐を今に伝えている。九州では、大分県や熊本県の郷土料理として田楽が伝えられており、中でも阿蘇地方の田楽は、豆腐のほか 鶴の小芋と呼ばれる里芋に加え、サワガニや山メなどを使った、この地方独特の野趣あふれる田楽である。煮込み江戸時代には煮込み田楽が登場し、素材を出汁の中で温めてから、甘味噌をつけて食べるようになった。江戸では、近郊の調子屋の田で、醤油の醸造が盛んになっており、かつお出汁に醤油や砂糖を、みりんを入れた甘いシジュで煮込むようになり、 おでんが登場した。江戸っ子は気が短いので屋台で注文してから焼くことはもちろん味噌をつけることも待っていられず、また味噌をつけるに通じて縁が悪いのでおでんは屋台で売られるなど大いに流行しながら各地へ広がっていった。ありがとうございます。